総長、はい、お疲れ様です。前回の撮影からだいぶ間が空きましたね、はい、何ヶ月空いたんだろう。1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上か。そうですね、2ヶ月ぐらいだね。まあ動画はちょっと最近というか、うん、まあ撮影したのはだいぶ2ヶ月ぐらい経ってますね。しかしシュッとされましたね、うん、着れなかったスーツが着れるようになる。そうなんですね。なるほど。もう約束の4月1日、現在時刻は10時半。なんかどんなダイエットされたんですか？なんかまあ有酸素メインでやってたんだけど、筋トレちょっとやって、はい、有酸素をやって、食事は変えないって言ってたじゃん。はい。まあ実際ラーメンをやめたんだよね。なるほど、大好きですよね。ラーメンはちょっとやばいかなと思ってラーメンだけはやめた。なるほど。まあ、あとは空量も多少は減ったんかな、前よりは。なるほど。で多分痩せたと思う。60キロ台。私たまにこうちょろっと撮影に来るだけなんであれなんですけど、日頃体重計乗ってないんですか？まあ乗るようにはしてるけど。そしてあれですか、一瞬でも60キロ台になって安心して飲みとか行ってませんか？昨日も飲み行ってたまあね。なるほど。仕事もあるし、ね、ああまあそうですよね、そうですよね。付き合いもあるし。なるほど。まあそこはあれですよね、うん、自分がダイエット期間中だからといって飲まないというわけにはいかないですよね。そうです。なるほど。全然動画の尺的には全然回ってないんですけど、うん、まあでも気になるんで、うん、もう体重計乗ってもらいたいんですけど、うん、それで乗るんですか？どれ？スーツ着たまま3ピースというか。そんなに無理でしょこれは。脱ぐ。あ、そうなんですね、そうなんですね。わかんない、一回これで乗ってみよう。これで乗ってみて一発測定じゃないんですか？いや、これでオーバーしたらちょっと今なんかなんかちょっと重そうな金属外し始めましたけど。脱ぐし、携帯機もいっぱいあるしどんどん。なるほど。あれなんでしたっけ、100グラム、いやもう1グラムでも超えてたら時計をくれるんでしたっけ？そうですね。いやなんか今テーブルに置いたから時計くれんの。重いでしょ。行くのもう行く？もう全然乗ってみましょう。あ、どんどん軽くしてますね。まあいや慣れても無理だよな。実際これ1キロぐらいあるでしょ。もうあると思うんですけど、どんどん移動しながら軽く。じゃあいいですか、ちょっと待ってください。まあ多分これで71キロぐらいだったら脱ぐ。あららら余裕じゃない？ほら 70.4 キロってオーバーってことですか？全部脱ぐ？ベストじゃ足らないですもんね。まあベルトと、そうっすね、ベルト外せばもう4着はないですよそれ。ないか。そう脱ぐかじゃん。なんかいやいいんですよ、いいんですよ。脱がなくてオーバーだったら試合前のなんか軽量みたいじゃんこれ、はい、まさに。はい。どんどん脱いでって。久しぶりに脱ぎますかじゃあ。もうそうしよう。まあどんどんなさいんで毎日も出た方がいいんじゃないですか。はい。どうぞ。ほら。おお、じゃあ完璧ですよ。69.7。69.5ぐらいか。一緒。似てる。そんな、いやいや一枚ずつ脱いでいくみたいな。試合の時あんだけ脱いで後で試合の写真貼っときますからよしよしよし。なるほど。いやでも本当痩せたわ。痩せましたね、うん、でも本当にその横の姿がちょっと向こう横向けます。この立ち姿がですね、うん、今まで猫背だったちょっとお腹出た時猫背気味だったんですけど、持ってかれたんだろうな、お腹にスルッとしてますよね今。あれいいダイエットいいよ。なるほど、うん、じゃああれですね、この動画を見ているちょっと痩せなきゃなと思っている皆様にですね、やったほうがいいロードスタージムで。ああなるほどですね、全部俺が教えてあげるダイエットの仕方なんて簡単だから、2ヶ月で6キロぐらいなんで。まあ事実そうですね、2ヶ月で6キロ落とした、まあ、本人が6キロ落ちましたからね、簡単だよ。でしかもたまに飲みに歩いてますし、うん、なるほど楽だよ、ラーメンだけやめればなるほど、今回のダイエット成功の秘訣はラーメン、カップラーメンしか食べてない。ちょっと食べてるじゃないですかまあでもそれであれですね、それでカップラーメン食べても、昨日も焼肉食い行ったよ飲み行って、意外と自由な生活されてますねでもちゃんと落ちてるから、まあまあまあそうですね。じゃあその今ダイエットに悩んで、真ん中のボタンが止まってないですよじゃあその今この動画を見てダイエットに悩んでいる方たちに、ぜひ何かアドバイス一言をお願いいたします。アドバイスはね、ロードスタージムに来れば痩せられるねなるほど、全国遠いんです、大丈夫ですかまあ近隣に住んでる方はそうですね。なるほど、全国の人にはまあ決めたことをやれば自然と落ちるんです。今回決めたのはラーメンをやめるなるほどわかりました。じゃあまあちょっとあれですね、まあダイエット達成ということで、もう僕も動揺しちゃってカメラがめっちゃベレベレですけど、ダイエット達成ということで、焼肉はジムの皆さんも多分たまにジムの皆さん見てますんで、焼肉はまたあれですね、また今度だね。まあ会費を払って参加してって感じですね。わかりました。じゃあ飲み行こうか。そうですね、クリアしましたし、うん、あと一言あれですね、ブレイキングダウン全く呼ばれませんね。朝倉代表に一言言った方がいいんじゃないですか。嫌いもん絶対呼ばれないなるほどです。今回12応募してもダメだったんで、次回13最後に応募しましょうか。また応募するの最初の11の応募の時ふざけて、うん、シャドウやらずにゴルフなんかやって、あれで多分ちょっと嫌われちゃったのかなと思うんですけど、12は真面目にやったんじゃないですか、うん、それでもちょっとあれだったんで、まあ、次回ちょっと13最後に1回だけ出してみて、うん、でダメなら縁がなかったぐらいの、まあ、そうだね、もう縁はないと思ってるから。なるほど、うん、まあでももう絶対盛り上がると思うんですけどね、うん、まあいろいろ今問題がありましたからね、ブレイキングダウンね、半グレみたいな人いっぱい使ってくから、そうなのなるほど、真面目な人間じゃ面白くないんだろうね。でもまあストーリーはしっかりありますからね。多分真面目すぎちゃってダメなのかもしれない、俺が結構、ね、なるほど。じゃあちょっと次回ラスト最後の1回応募して、あれですね、はい、ちょっとぜひ見てる皆様に応援のコメントやね、あれですよね、もうそれがもうそう見てくれてる方たちがいろんな朝倉みくるチャンネルにコメント書いてほしいですよね、はい、麦わら出してくれみたいな、うん、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします、はい、じゃあ早朝ダイエットおめでとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。おーす。